өдөрөө сайн байна уу? Сайн сонсож байна уу? 今回私が皆さんと一緒に学ぶみんなの楽しいモンゴル語講座の109回目は私にとって最終回のビデオになります。私のモンゴル語講座に対する思い出すはたくさんあります。最初ビデオを一緒にしませんかと高校の同期生のハンガーさんに誘われて始めましたが、何を話してよいのかとても戸惑いました。上手く話せない時も分かりづらいレクチャーも、いつもビデオを見てくださる皆さんの応援に助けていただいて、ゴールにたどり着くことができたような気がします。私のビデオはチンギスハン広場やザイスノッカー、またガンダンデラ、そしてノミンディパトからなどウランバトル地の観光地で撮影したビデオがあります。モンゴルの風景とともに、モンゴル語を皆さんにお伝えすることができてとても幸せでした。またビデオを通じて日本の友達もできました。そして大好きな日本語の歌を覚えることができました。リクエストをくれたミネコさん、本当にありがとうございました。こうしてビデオを通じて、皆さんと知り合い通じ合えたのはモンゴル語講座のおかげだと思います。さて最終回にご案内します。私が伝えたいモンゴル語は、毎日晴天ではないが毎日素晴らしい。これをモンゴル語に言うと、ウトルブフンチルミクベテグチ、ウトルブフンガイハルタ、ウトルブフンチルミクベテグチ、ウトルブフンガイハルタ。私が伝えたいモンゴル語、それは毎日晴天ではないが毎日素晴らしい。これをモンゴル語にすると、ウトルブフンチルミクベテグイチ、ウトルブフンガイハルタ。毎日はウトルブフン、晴天ではないはチルミクビシ、素晴らしいはガイハルタ。合わせて言うと、ウトルブフンチルミクベテグイチ、ウトルブフンガイハルタ。お天気には晴れの日も雨の日も、そして曇りの日も雨が降ったりもします。私たちの心も晴れの日ばかりではありません。曇ってたり雨が降ったり強い風が吹いたりする日もあります。それでも私はいつもこう思います。お天気は変わっても毎日が幸せで良い日なんだって。皆さんも覚えてくれると嬉しいです。私が伝えたいモンゴル語、ウトルブフンチルミクベテグイチ、ウトルブフンガイハルタ。皆さんの中で必ずモンゴル語を話さなければならないという人は少ないと思います。だけどこうしてモンゴル語のビデオを必ず見てくれて覚えてくれる、それが私はとても嬉しいのです。今回のビデオで私のビデオは終わりになりますが、また皆さんとモンゴルでお会いした時には
皆さんが私たちモンゴル人に伝えたい日本語を教えてくれたら嬉しいです。一緒にモンゴルの写真を見ましょう。励まさったモンゴル語グループのメンバーと温かく見守ってくれた森本先生に心から感謝したいと思います。ありがとうございました。私チェコがお届けしましたみんなの楽しいモンゴル語講座、本当お世話になりました。アラデホでした。ドゥッドゥッドゥDinde galta, urinde tsakta yawara, motagu sanga dede chau, gisengu tay honuk sho.Сэвтэхгүй л гэсэндээ хүчин хичээ